もしかしたら、あいつどうしたんだ？何を探してたんだ？別に大したもんじゃねえよ。そういう時のヤマトは必ず何か探し物がある。違うか？ふん、ちょっとトレカを探してたんだよ。トレカを？なあ、立花、今まで集めたトレカ見せてくれないか？別にいいけど、ほら。やっぱりそういうことか。ヤマト。おい立花、ちょっとだけ付き合ってくれないか？別にいいけど。トレカ探しか？違う、あいつだ。イザナギ京也だよ。え？聖典についてちょっと知りたいことができた。そっか、分かったよ。それじゃちょっと会いに行ってみるか。トレカショップ、いつもならここにいるはずだけど。あいつどこへ消えた？それじゃあ他を探してみようぜ。いや、ここで助けてくれたんだよな。危ない連中に追われてた時に。だけどあいつ、ナイフを相手にするなんてきっと強いぞ。ああ、きっと誰よりも最強だ、ヤマト。だけどなんでだ、あいつが俺たちを助ける理由なんて。あるから助けた。きっとそういうことなんだろう。じゃあどんな理由だよ？終わらせるためだ。どういう意味だ？そんなの俺が知りたいね。じゃあさっさと次を探しに行くぞ。次はこの辺を探すか。新しいトレカ入荷中です。今話題のバニファンの完結作ですよ。なんだ、完結作だと？おい、ヤマト。おい、お前。うん、いらっしゃいませ。トレカをお求めですか？今完結作って言ったな。はい、完結作ですよ。バニシングファンタジーもこれで最後なんです。名前は何だ？完結作のですか？悠久の約束シリーズですよ。悠久の約束、ぜひこの機会にお買い求めください。おい、どうしたんだ立花。行くぞ。行くって、あいつを探しにか？ああ、そうだ。そして約束を果たしにな。約束を？意味わかんねえよ。まさかこんな完結だったとはな。何の話だ？続きは本人に聞こうぜ。きっとやつは中二の妄想宮にいる。トレカショップっち、いっぱい買い込むっち。セーブするっち、
書きに気をつけろっち。妄想球っち。一丁。いい予感がするっち。近くにお宝。よう、会いたかったぜ。時が満ちたのか。本当にいた。おい、京也、俺はお前を知らなかった。だけど、誰よりも知ってたんだな。世界を綴りし少年が聖典に刻みし、最後の歌だ。ずっと昔のことすぎて、綺麗さっぱり忘れちまってたみたいだ。ヤマト、何の話だ？聖典の話だ。そして空白の1ページの答えがそこにある。どういうことだ？聖典は全部で100ページ。そしてバニファンのトレカは全100種類。それじゃあまさか。この町に溢れていたトレカが聖典の新色だったなんてな。ああ、全く懐かしいよ。あの自由帳に書き殴ってた頃がさ、1ページに1キャラクター。俺はそんな物語を綴っていたんだよ。ヤマトのもう一つの妄想って？トレカ自体が俺の妄想だ。そして目の前のこいつもな。時は満ちた。さあ、最後の審判を始めよう。妄想集？あの頃の俺はさ、ずっと考えてたんだ。いや、ずっと妄想していたんだ。最後の1ページをどう埋めようかって。どんな結末なら
最高の物語になるかって。ま、とっくに忘れてたけどさ。だけどようやく思い出したよ。妄想に妄想を重ね、そして綴れなかった最後のページ。まさかこんな形で出会うなんてな。だからあの時。ああ、きっと誰よりも最強だ。まさか。俺が妄想した最強で最高にかっこいいキャラクター、それがお前なんだろう、イザナギ教員。世界を救いし魔眼の打ち手さんよ。ようやく出会えたな。何が出会えただよ。ふざけんな。さっさと言えよ。どうして今なんだよ。いくらでも言えるタイミングはあったろ。無口、冷静沈着、無駄口は叩かない。我が人格を綴りしは汝の右手だ。そんな設定守ってんなよ、ヤマト。なあ京也、教えてくれよ、物語の結末を。俺は一体どんな結末を妄想していたんだ。世界を綴りし少年が自らの妄想を打ち壊し、そして世界を救う、そんな結末だ。なんでこんな時に設定を無視するんだよ。我という妄想を壊さずして終わらない今日は終われないだろう。だけどためらうな。この物語の結末を見届けるのも汝の役目だ。分かったよ。ヤマト、いいのか。俺さ、昔聞いたことがあるんだ。作者にとってどんな時が嬉しい時かって。嬉しい時？それはさ、キャラクターが勝手に動き出した時なんだとよ。自分の思ってもいなかった言葉、行動、そんな言動を取り始めるキャラクター、それが今俺の目の前にいるんだ。だから喜ばないわけにはいかねえだろ。さすが原作者。なんとでも言えよ。おい京也、最後までしっかりと見届けろよ。言わしとりぼっち、こんなの楽勝っち。復活水木。なったのかな。
やったのか。これで聖典は完結する。今日や我は直に聖典へと帰るだろう。それこそが本当の終わりの時だ。終わらない今日が終わればもう二度と会えないんだな。だったらもう一度俺が結末を綴ってやるだけだ。何時のおかげで我の物語は結末を迎えた。今度は何時の物語を終わらせる番だ。ああ、分かってるよ。最後にこれを渡しておこう。これは聖典に綴られし最後の一節だ。ありがたく受け取っとくよ。いい目だ。それこそ魔眼の打ち手にふさわしい。それじゃ俺は行くぜ。じゃあな、イザナギ京也。俺だけの最強で最高の英雄。ここから戻るっち？オイラもう疲れたっち。セーブポイントっち忘れずにしとけっち。気がいるっち。オイラは戦いたくねっち。敵を発見っち。逃げるなら今っち。いい予感がするっち。近くにお宝がありそっち。扉を発見っち。の気がいるっち。オイラは戦いたくねっち。セーブポイントっち忘れずにしとけっち。